昔お伊勢参りに宮川のほとりまで来て籠や馬を返した。そこの茶店で食べられたので変馬餅の名が残る。200年余り変わらぬ風情ある味、手作りの一つ一つにさまざまな焼き模様が見られるのも面白い。八代目伊勢の変馬餅。